とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン9始まりましたね。今回もショートカットがあります。ということで、今日はショートカットを紹介していきましょう。では、行きます。結構簡単な場所にあります。でも、1階がかなり難しくなっているので、1回を気合い入れていきましょう。戦い方としては、基本的にね、弓で戦っていくといいですかね。弓でちょっとずつ数を減らしていくっていうのが、俺のおすすめかな。とにかく、敵が多いし、嫌な奴らがいっぱいいます。なので、注意して、遠距離の方からちょっとずつ敵を減らしていくと、まあまあそこそこ安全にいけるかもしれません。とにかくで、ね、多いのよ。クリーパーとあとエンチャンターもいる。なんで本当に注意しながら戦っていきましょう。あー、あそこにエンチャがいるね。エンチャは遠くから弓を撃っていけば、まあ、問題なく倒せるんで。あとね、クリーパーだね。クリーパーもチャージショットでワンパンできるので、まあ、とにかく、遠くの方からクリーパー、そしてエンチャンターをまず倒しましょう。そして、残りの弓の奴らも倒していけば、まあまあまあ、死なずにいけるとは思います。で、クリアです。報酬何もいりません。で、2階からショートカットができます。こっからこう行って、こうですね。こうすると敵が出てきませんので、ショートカット可能です。今回はね、2階からっていうことで、かなり楽な作りになってます。その分、1階が難しいんだろうね。1階がかなり難しい感じになっております。では、先に進んでいきますね。6階の報酬でブーツ取っていったら、早くなります。10階の報酬パワーシェイカーですね。これを持って行ってください。そして今回は乱射のクロスボウでボスを倒しますので持っていきます。移動速度を速くするためにクールダウンが欲しいところ、そこで12階の報酬で魔術師のローブですね。エンチャント入れていきましょう。魔術師のローブにクールダウン、そして乱射のクロスボウにマルチショット、そしてダイナモですね。16階着きました。16階がちょっと厄介です。パワーシェイカーを使って先に進んでいってください。パワーシェイカーがないと若干きついので、まずはパワーシェイカー絶対取っておきましょうね。パワーシェイカーがあると、まあまあそこそこ早く進んでいくことができるので大丈夫かと思います。20回の報酬、ドラを持っていきましょう。ドラと、あと乱射のクロスボウ、森の矢筒。これが揃ってると、最後のボス、楽勝なので、取っていってください。22回の報酬です。ここで武器、無知でも壊れた総ブレードでもいいので、つけていってください。別に使うやつじゃないんですけども、次、商人が出ます。この商人で、乱射のクロスボウのパワーを上げるために、装備してる感じですね。つけてこないとパワーが上げきらずに、ボスが若干きつくなります。まあきつくもないんだけどね。まあ一応装備しておくと楽なのでしていってください。25回の報酬で森の矢筒ですね。パワーシェイカーはもう使いませんので入れていきましょう。それでは30回着きましたね。戻ってボスと戦っていきます。それでは行きましょう。名もなき者ですね。出てくるまでにダイナモを4ぐらい貯めれるので、貯めておいてください。で、出た瞬間にドラを使って森の矢筒を乱射ですね。終わりー。まあ今のところこれでいってる感じですかね。おそらくまだもっと楽な方法も出てくるんでしょうけども、まあこの乱射のクロスボウを使っていくっていうのは結構おすすめなのでやってみてください。では、報酬見てみますね。何が出るか。なんだ？
ハープが出たか。でもエンチャントは全然よろしくない。サンゴいらない。虚無いらないね。うん、ハープを売りましょう。はい、ということで戻ってきました。タワーシーズン9、今回は2階からショートカットをすることができます。まあ2階からショートカットはできるんだけども、1階が結構難しいです。そして16階はパワーシェイカーがないと結構厄介になってくるので、必ず忘れないように持っていってください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。